次に食材の説明ですが、5、6ヶ月の頃は、お魚だと、白身魚ですね、タラ、タイ、カレイが使えます。7、8ヶ月になってくると赤身のお魚、鮭やマグロが使えます。9ヶ月以降になると青背のお魚、サバ、サンマが使えますが、青背のお魚はアレルギーが、多い食材にもなってますので、何が何でも始めなきゃというわけではないので注意してください。機会があれば9ヶ月以降にチャレンジしてみてください。それからですね、味付けなんですが、基本的に味付けは、素材の旨味を生かして、料理をしていただきたいんですけども、基本的に出汁などで旨味を、プラスしてあげてください。お醤油やお塩、砂糖といった味付けは、早くても7ヶ月以降になってきます。で、基本的に、塩味っていうものは慣れて覚えていく味になりますので、早いうちからお塩などしょっぱいものたくさん食べさせていると、後になって薄味食べていくのが辛くなってきますので、なるべく最初は使わないで離乳食を作ってあげてください。